先月のことで、ちょっとね、紹介が遅れてしまったんですけども、日本製紙5元辞典第3版を発行しました。もう2年ぐらい前かな、その時の動画でも第2版を出したことを発表したんですけども、今回ついに第3版になりました。でもデザインね、そんなに変わってないです。ただ、このタイトルがですね、ちゃんとこの毛筆になってますね。2冊1組です。日本製紙5元辞典。ちょっと開けてみますね。おい、ちょっと、おわ。2冊組でね、なかなかボリュームがあります。内容もですね、このもう印刷屋さんの限界までページ数を増やせて、で、A4 番に詰め込みました。ほとんどね、全国の名字すべてを網羅してます。このね、日本製紙5元辞典のすごいところはですね、やっぱりね、圧巻なのはね、この外国由来の名字っていうのをかなり網羅しているところです。韓国系とかね、そういうコリア系の名字ですね。でもこういうのは絶対普通の出版社じゃ出せないから、ぜひやってほしいということで、この宮本洋一先生からお願いされたわけです。いや、宮本洋一先生はね、すごく天才なんです。でもかなり変人ですけどね、かなり偏屈な人で、質問が来るんですよ。実はこの日本製紙5元辞典についてね、出典はどこだとかいろいろ聞かれるんだけど、もうそのためにね、宮本先生はですね、もうちょっと忙しいから連絡しないでくれなんていうふうに言われちゃってですね、今すごい本を作ってるそうなんですよ。まあどんな本かっていうのはまたね、いずれ発表するんだけども、今ちょっとすごい企画を考えてるそうで、もうそのための作業を中断したくないっていうことで、もうそれに集中したいっていうことでね、なかなかね、話ができないような状況なんですね。まあもともとまあそういうタイプの人なんですけどね。この日本製紙5元辞典についても、たまにちょっとね、抗議が来るんですね。一番すごかったのは広島の人だったかな。なんかあまりにもピンポイントすぎるから自分のことがわかるわなとか言ってね、ものすごいもうヤクザ口調で脅されたんだけども、まあ当然断固拒否しておきました。あとはね、結構ね、このコリア系の名字の人でね、いやコリア系っていうのをあまり周りも言ってなかったのにとか言ってね、結構それでね怒られることがあるんですけど、まあどの名字かっていうのは言わないですけども、その韓国の場合ね、本願本籍地の地名を名字にするっていうパターンがあるので、やっぱ宮本先生に言わせると、大体わかるそうなんですよね。この名字っていうのはもう、ほぼコリア系だっていうことがね、わかるそうで、文句を言われても、コリア系というふうに思われたくないんだったら、じゃあなんでね、その、わざわざ、朝鮮半島の本願使ったんだっていうことになるわけで、ちょっと僕もその辺が理解しがたいというか、まあその人本人が帰化申請したんじゃなくて、多分先祖の人が帰化申請したんだと思うんですよね。でも、別にコリア系っていうことはね、別にそんな後ろめたいことでもないし、これ見たらわかるんですよ。かなりね、外国由来の名字って多いんですよね、日本って。もう中国由来とかそんなもうザラにあるんで、これを見るとね、日本人っていうのが本当に多種多様なルーツを持つっていうことがわかるという意味で、大変ね、貴重な研究だと思うんですね。もう本当圧巻なので、ね、ぜひ皆さんね、読んでいただければと思います。って言ってもまあ、ウェブ版を書籍化しただけなので、まあほとんどオブジェとしての意味しかないんだけども、でもそれでもね、欲しいっていう人がね、結構いたので、今回はね、250部刷ったかな。だから当分はなくならないと思うし、しばらくの間は第4版出さないと思うのでね、ぜひね、この部屋にこうドカーンと置きたいとかですね、あと図書館にリクエストとかですね、ぜひね、お願いいたしたいと思います。ということで、日本製紙5元辞典第3版の紹介でした。